はい、皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門の口です。はい、本日は4月の5日月曜日でございます。ただいまの時刻10時49分でございます。今小川町ノーマスの交差点を渡るところ、これからですね、深谷の方に一旦戻るところでございます。昨日に続きまして、車載カメラでの動画のご案内第2弾ですけれども、昨日の動画を見返して自分が説明している話し方とかあんまり好きじゃないなっていう印象がありました。なのであんまりやりたくないんですけども、じゃあやらなければいいって話なんですけど、まあ、ちょっと一回やったことはもう一回ちょっと継続して、試しにやってみようと思ってますので、何かしらちょっといろんな方法が見出せるかもしれないので、まあ、風景の方もご覧いただきながら、この通り道路風景景色のご案内をさせていただこうかなと思っております。昨日と同様にですね、天気の方は、曇りでございます。雨も今ポツポツと降ってきましたね。昨日と同じですね、天候の方は。はい、でここから寄居町ですかね。ここもよく通る道路です。昨日とは違うトラックに乗っております。あ、結構降ってきましたね、ポツポツと。今日は気温の方はちょっと20度届かないような気温になるかなと思います。延命地蔵尊って書いてありますね。これ歩道の桜の花びらが舞って下に溜まってるのは非常に綺麗ですよね、ピンク色。まあ、桜の満開の花の部分も大変綺麗ですけど、その後、まあ、ちょっと花散ってしまうのは寂しいんですけど、その散った後の、まあ、下の道路とか地面に溜まるピンクの花びらの塊っていうか模様は非常に美しいなって思います。この後深谷に戻ってまた熊谷の方で回収の作業があります。まあやっぱり運転しながらっていう部分もあって、周囲四方八方全部にこう神経を集中しながらなので、ちょっと説明が、滞ったりとか、スムーズにいかないのはありますけれど、それを辺はご了承いただけたらと思います。ここは関越自動車道の上を通、ちょっとカメラではご覧いただけないかもしれないですけど、関越道高速利用されている車、上り線、下り線とも、トラック多いですね。車も多いです。利用している車多いですね。ここは左右が、まあ、ちょっと山の中っていうか雑木林というか、結構鬱蒼と、茂っている枝も伸びているので、結構このカーブだったりするところで対向車飛ばしてくるところもあると割と危なくなってます。この辺も少しスピードを落とさないとちょっと危ない。車だけに限らず歩行者、自転車なんかも通ってるかもしれないんで、
さっき体を動かしたのがあって、私 の、 あの体の熱が、蒸気が体が曇っちゃってるんですね。ちょっと今エアコンつけて蒸気飛ばしたいと思います。先ほどですね、回収したところ、お客様ももう何回、やっぱり結構リピーターのお客様で何回も、7回目か8回目ご利用いただいてます。いつも、大体いつも軽トラックの不要品でご依頼をいただいてます。もう6、7年前からですかね。今年の5月に、引っ越しをする予定だっておっしゃってました。またちょっとご予約をいただいたんですけど、まあ、新しい戸建てに住むっておっしゃってました。まあ、引っ越し絡みの不要品の引き取りでございます。まあ、ちょっともうちょっと天気が良ければいいんですけど、天気がいい中でのこのカメラの映り具合はどうなのかなと思うんですけど、はい、さっきの寄りの方からこっちはもう深谷の川元の方ですね。天気、今日は一日こんな感じになるんですかね。ちょっとまだ天気よく見てなかった、天気予報もよく見てなかったです。まあ、大体曇りなのかなと思ってたんですけど、今日もまあちょっと雨あんまり降るとはちょっと思ってなかったですね。はい、ここは本畑駐在所の交差点。ミニストップは向かい側に新しく建ってます。もともとこっちの左側の方にあったんですね。桜、八幡神社、八幡神社っていうんでしょうか、ここの桜も綺麗だったですね。もうだいぶ散っちゃいましたけど、だいぶ道路濡れてるんです。結構降ってたんですかね。まあ、この旧川本町、あとまあ旧花園ですね。あと岡部町、まあ、合併して深谷市大きくなりましたけど、あれが何年前ですかね。結構雨強くなってきました。橋ってですね、ナビで書いてあります。橋は分かるんですけど、名前まで全部覚えられないですね。上松橋。はい。ここの川本中学校、左がテニスコートだったですけど、大雨ですか、今日、おととしでしたっけ、すごかった時。テニスコート一面もう水浸しだったですね。あの大雨の時も本当にちょっと午後の方はちょっと予定回れなかったっていうのは、ちょっとまあ延期になったりとか、お客様の方からご依頼いただいて午後なくなって、午前中までは回収業務やってましたね。まあ、相当降ってましたから。あの時は避難
指示っていうかあれが出てましたよね。避難命令とか。はい、竹川。ちょっとワイパーがうるさいですね。ここ向かいのこの土手状になってるここのところ、今菜の花咲いてますけど、土のうで固められてますかね。右側いつも枝じゃないんですけど草木っていうんですかね、あれがすごいボーボーに伸びるんですよね。深谷市田中となりますね。ここが竹川の交差点で、ね、はい、まあここ先の交差点を左側ローソンあったんですけれど、本当にちょっとしてなくなっちゃいましたね。左側行くんですけど、あの秩父鉄道の踏切で詰まっちゃいますね。もともとはガソリンスタンドだったんですかね、この左が。その後ローソンさんができて、そんなにやってなかったと思うんですけど、1年2年3年3年やってたか、はい、なくなっちゃいましたね。あれですね、スピード違反の取り締まりやってますね。ずっと続くところ、あの瞳の方に、深谷市の瞳、出るところですけど、完全な雨の天気ですね。はい、ちょっと一旦終了します。失礼します。